爽快ですね、うん、達成感あると思います。ありますあります。なんかあれというわけで皆さんこんにちは。こんにちは、トモトです。タカです。今回は前回の続きということで、はい、まだアイコンのね、そうですね、メニューバーすらできてないんで、うん、それをしっかり作ってどんだけ刻むんだったらじゃあ、そうですね、それをしっかり作っていきたいと思います。はい、というわけで今回もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速画面の方に移りますかね。はい、せーの、ドン。はい、はい、変わりました。変わりました。で、あの前回の最後の方でも、まあ、もしかしたら言ってないかもしれないですけど、あの今回使うその素材、アイコンの素材をそのリンクですぐ共有できるようにしておきますんで、あの詳しくは動画説明欄から、はいはい、ちょっと見てほしいと、この辺に多分あるのかな、はい、思うんですけど、まあ、今回使うアイコン の, そのカメラのなんですか、ね、素材のファイルというか、うん、はい、っていうのをダウンロードして、お待ちください。じゃあここから先はダウンロードしたということで、話を進めていきます。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、あのまあ前回こんな感じでアイコンリストっていう、まあ、一つのこう、そうですね、シンボルができたと思うんですけど、はい、ちょっとここから、場合によってはですね、こんな風にあのアイコンが表示されちゃってる人がいるかもしれないですね。ちょっと待ってください、それ僕です。あ、今のこのアイコンだとちょっと分かりにくいんですけれども、はい、例えば、他のこう丸みのあるようなアイコンですね、うんうん、こういうのを持ってくると、うん、ギザギザだみたいな感じの時です、ね、なんかドラクエみたいな、ドラクエみたいになってます、ね、昔のドラクエとマリオぐらいな感じにでこういう風になってる時はあの、はい、作業しづらいので、はい、ビューの、はい、キャンバスっていうところの、はい、この小ピクセルオンズームですかね、はい、これをクリックしていただくと、うん、まあ、普通のこう滑らかな感じになります。なのでこれを使っていただければなと思います。わかりました。そしたらですね、はい、前回このリストのアイコンはできたので、うん、まあ、リストのシンボルですかね、うんうん、なので今回はカメラのシンボルとか、他のやつをどんどん作っていきたいと思います、はいはい、で基本的にはこの作ったアイコンリストのシンボルを、うん、まあ、ここから選択していただいて、はい、コマンド CV で複製をしてください、うん、でまずはこのアイコンリストの名前のところを書いてあげます、うん、ここをダブルクリックして、うん、カメラなどに設定しておきましょう、うん、アイコンカメラですね。そうですね、アイコンスラッシュカメラにします、はいはい、でこの状態で、うん、この BG をまたそのまま再利用できるので上に持ってきてあげて、うん、でこのカラーとか の, このフォローホルダーはいらないのでデリートで消しちゃいます。やっぱ基本的に使わないやつは消していく。そうですね、完全にもう使わないやつは消していった方があの後で混乱しないのでいいかなと思います、うんうん、そしたらですね、ここのファイルからこれが今回インストールですね、インストールしてもらった素材集ってことですね。そうですね、今回使うのは全部ここに入ってます、はい、で、IC カメラっていうのをここにドラッグアンドドロップしてもらって、うん、こんな感じになります、うん、そしたらですね、これもなんか不要なものがいっぱいついているので消していきます、うんうん、まずまあシェイプもいらないので、うん、シェイプも選択してデリートキーで消して、うん、この丸の真ん中のカメラの丸もいらないので消しちゃいます、うんうん、で必要なのはこのシェイプだけなので、うん、これを上に持ってきて、はい、このフォルダーも消してしますで、はい、大丈夫です、うん、今じゃあそのアイコンカメラ の, そのアートボードっていうんですかね、はい、の中にはシェイプと BG だけがあるってことですね。はい、でこのシェイプがちょっと小さすぎるので、うん、あのサイズを大きくしたいと思います、はい、で大きくするときは大きくしたい、シェイプを選択していただいて、うん、ここの右上のところから変更ができます、うん、でサイズのところを見ていただくと幅と高さが設定できるんですけど、うんうん、この真ん中になんか南京錠みたいな、うん、ちょっと小さくて見にくいと思うんですけど、めっちゃ小さすぎないですかこれは。アイコンがあるんですよね、はい、で今普通の状態だとこれアンロックされている状態なので、はい、ちょっと押してみてください。押すと、はい、本当にちょっとだけロックされてるのが分かると思います。ほぼ一緒じゃないですかなんですよ、はい、なんでこれどういうことかというと、はい、あのロックされた状態だと、た例えば幅を変えたら、うんうん、その元の比率に応じて高さも自動的に変わります、うんうんうん、なのであのアイコンのバランスを崩したくないときは必ずロックにして、うん、どちらか一方だけの値を、うん、じゃあサイズを変えれないってことではなく、その比率を固定しますよっていう、比率を固定するっていう感じですね、うん、
なのでこれがロックされた状態でこの幅、まあ、ウィズのところに30と入れてください、うん、はい、でエンターを押すと自動的に大きくなります。そうですね、右側も勝手に27になりました。なりましたよね、はい。でそしたら、まあ、これをまあ大体真ん中ぐらいに持ってこようと思うと自動的にこうガイドラインが出てくると思うのでそれに合わせて、本当だ、それちょっと今聞こうと思ったところ、どうやってセンターに持ってきたらいいですかって思ったんですけど、なんか自動的に出てきますよ ね、 そうですね、ドラクエでいうとあのグランドクロス状態になってこの例えが伝わるか分かんないですけど、それに従っていただければ大丈夫です、はい、なんか 両方こう十字になってる時、十字になってる、赤いのになってる時はセンターになってるってことですね、はい、はい、じゃあサッシーということで、はい、そしたらですねこれあの前のリストの時と一緒で、はい、このカメラの形を切り抜くので、うん、シェイプと、バックグラウンドを選択して両方選択シフトをしながら選択していただいて、はい、で上のマスクをクリックします。はい、あ、青いアイコンができました。青いアイコンができましたね。青いカメラのアイコン。はい。はい、これで OK です。はい。また新しいアイコンのシンボルを作っていきます。はい。アイコンカメラのこれを選択したら、うん、コマンド CV でコピーをしていただきます、うん。アイコンカメラの方を選ばなきゃいけないですよね。そうですね。アイコンカメラのこのハートボードっていうんですかね。はい。を選択していただいて。したらカメラの今作ったやつは同じやつができたんで。そうです。名前を書いていきます。今回は何をチャットにしましょうか。チャット、はい、はい。アイコンスラッシュチャットになります。できました。そしたらもう流れ作業です大体、はい、もうあれですか、パターン入ってるんですか。はい、パターン入ってます。 BG を外側に出してあげて何を外側に、あ、はい、BG を外側に出してあげて、はい、で、このフォルダーいらないのでデリートキーで、フォルダーとマスクも、あ、まあ、マスク込みのフォルダーを消して、そうですね、消していただいて大丈夫です。はい、そしたらですね、はい、また同じようにアイコン、今回ダウンロードしてもらったアイコンリストから、はい、IC チャットというのがあるので、はい、これをドラッグしていきます。ドラッグアンドドロップですね。入りました、入りましたね、はい、そしたらここもいつものパターンですね、はい、開いていただいて、はい、シェイプ今回上のやついらないので、はい、デリートしていただいて上のシェイプをデリート、はいはい、でこのシェイプのアイコンをまたフォルダの外に持ってきます、はい、ということはフォルダーを消します。消す、はい、で、ちょっとまたアイコンが小さいので、はい、大きくしましょう。ロックをオンにし て, オンにしてで幅を、はい、33とかにしてください。 33? 見ないですね、はい、With33 でエンターを押してもらうとちょっと待ってくださいね、はい、シェイプを選択しながら30、そうです、ロックして33、必ず大きくしたやつを選択してからにしてください、はい、あの僕みたいに BG と間違えないようにしてください。はい、はい、アイコンでかくなりました。であとまあこんな感じで、はい、まあ、ガイドに従っていただいて、まあ、厳密に真ん中にしなくていいので。そうなんですか、はい、まあ、大体真ん中ぐらい全然いいので。わかりました。でそしたらですね、まあ、真ん中ぐらいになったなと思ったら、はい、シェイプとまたバックグラウンドをシフトキーで複数選択して、はい、できました。でマスクを行います。はい、ちょっと先走っちゃいました。あ、いいです、いいです、はい、こんな感じでどんどんやっていきましょう。もういい、あ、もうなんかもうパターン見えてきました。はい、アイコンチャットをまたコマンド CV で複製してちょっと待ってください、はい、どうしました。一応ね、あの今回見てるってことはあのみんなねそんなに慣れてないと思うんで、一応そうですね、気持ちね、気持ち、アイコンチャットで BG を外に出す、外に出す、まあ、名前を変える、まず名前を変えましょう、はい、アイコンチャットの次、今回はですね、はい、コンフィグっていう、コンフィグ聞き慣れないですね、設定とかですかね、はい、よく使う、はい、にアイコンスラッシュコンフィグっていう感じにします。アイコンスラッシュ、はい、はい、そしたらあのホルダーからいつものように BG を取ってきてあげて、はい、でフォルダー、このフォルダーもいらないのでデリート消しちゃって大丈夫です、はい、そしたら、はい、またこのアイコンリストから、はい、ですね、これが IC ビルドっていうなんかスパナみたいなやつがあるんですよ、はい、あ、あります。これをドラッグアンドドロップして配置してあげてください、はい、入りました、はい、で不要なファイルを、シェイプっていう四角いのがあると思うので、はい、まあ、これ消していただいても、はい、今回四角を消すってことですね。そうですね、四角を消して、はい、でシェイプをまたフォルダの外側に出して、はい、でフォルダをフォルダも消すと、消すと、はい、2つ でいつものようにサイズを大きくします、はい、ちゃんとこのスパナのシェイプが選択された状態で、はい、鍵をロックしていただいて、はい、で幅を32度入力してください。32、31.81、そんな感じですね、はい、
あとまあ大体真ん中ぐらいかなというところで、はい、配置をしていただいたら、はい、2つ選択していただいて、はい、シェイプとバックグラウンド、はい、でマスクです、はい、もう慣れてきましたね。慣れてきましたね。こんな感じでどんどん作っていきましょう。わかりました。あと何個あるんですか？あと3つあります。 OK。 同じように、アイコンコンフィグで選択して、はい、コマンド CV で複製をします。わかりました。名前を変えていきましょう。はい、アイコンスラッシュコンフィグだったところを、アイコンスラッシュプロフィールにしましょう。そしたらいつものように BG だけをフォルダの外に出してフォルダを消します、はい、そしてアイコンリストから、はい、少年の顔みたいなやつがあるんですね。ありますね。フェイスがあります。そうですね。フェイスをドラッグアンドドロップします。これができたら、またいつものように不要な、まあ、シェイプだけ外に出していただいて、そうですね、この顔が乗ってる方を出して、そうですね、フォルダの外に出していただいてフォルダを消せば OK です。そしたら、シェイプアイコンを選択した状態で、うん、右上のロックがかかってるかを確認して、うんうん、ウィズのところに30と入れて、はい、エンターを押します、はい、中央に揃えたら、はい、シェイプとバックグラウンドをシフトキーで複数選択して、うん、マスクで OK です。もう慣れてきましたね。3分ぐらいで。そうですね。もうパッパッパッと作れるようになってきたかな。だったんじゃないかなと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、いいですよ。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい。もうバッチリです。もう1個にもういなくても大丈夫です。嬉しい言葉ですね、それは、ね。かもしれないって感じ。はい。そしたらアイコンプロフィールをまた、はい、コマンド CV で、はい、コピーしていただいて、はい、今度はアイコンプロフィールっていう名前を、はい、アイコンサーチ、検索用のアイコンですね、はい、に書いていきます、はい、でまた、BG だけフォルダの外に出して、はい、フォルダは消しちゃいましょう、はい、そしたらアイコンリストからアイコンサーチというのがあるんですね、はい、これをドラッグアンドドロップして、この虫眼鏡マーク、そうですね、虫眼鏡のマークですね、はい、そしたら虫眼鏡だけを外に出してあげてフォルダーは消しちゃいます、はい、で、虫眼鏡ちょっと小さいので、うん、虫眼鏡が選択された状態でちゃんとロックがかかってるかを確認してフィズの部分を31と入力して倒してください、はい、でいつものように中央揃いにしたらシェイプとバックグラウンドを選択してマスクを行います。これ多分、はい、ここの黒い部分が一応物体として存在している部分なので、あー、なるほど、黒い部分を選択しないとダメです、はい、それちょっと次説明してはい僕みたいな理性者を出さないとなんか選択できないなこれ四角じゃないんですね、これ。そうなんですよ。ちょっと説明しましょうか、はい、これを動かすときにこの虫眼鏡マーク、あ、これだとちょっとあれかな、ちょっともう一回、そうですね、次ちょっと次やります、はい、あ、次の時でも出ないので、はい、出ない、ちょっとやりますね、はい、ここでちょっと戻しますか。今ここで複数します、はい、複製して、はい、で例えば、今これ見てもらうとこの虫眼鏡を動かそうとして、はい、この辺クリックすると思うんですよ、はい、だって四角内に包まれてるじゃないですか。そうですよね、はい、でもこれここにマウス当ててもらうと、はい、あ、これが分かりやすいから、このオブジェクトが実際に存在してるのってこの黒い部分だけなんですよ、うんうん、で今はさらにその下にまた別のカラーの青いシートみたいなシートがあるので、うん、ここは実はトンネルみたいになっていて、うん、ここをクリックしてるようで実は下をクリックしたんですね。本当トラップじゃないですか。そうなんですよ。まあでも人生にもこういうトラップはあるんですよ。あるんですよ。まあ別にスケッチにあってもいいかな。スケッチにあっていいです。まあ普通にちゃんと虫眼鏡を選択すればいいってことですね。でちゃんと選択できるとこういうふうにハイライトみたいなのが出るので、うんうんうん、ちゃんとここが選択された状態で動かしてあげるようにしてください。ね、僕みたいに間抜けなミスは、はい、犯さない。いやでも確かに分からないですよね、最初ね。そうなんです。じゃあ続きやりましょう。はい、続きをやりましょう。はい、アイコンサーチ、サーチまでできました。できましたね、はい、そしたらアイコンサーチをまたコマンド CV で、はい、コピーしていただいて、はい、次は次はですね、星のアイコンを作ります、はい、スター、
アイコンスターですね。アイコンスラッシュスターと入れてください。うん、僕なぜかいつもスタートって入れちゃうんですけど。始まっちゃうじゃないですか。そうなんですよ。なんか癖で。そしたら BG だけをいつもの外側に出して、はい、フォルダーは消しちゃって大丈夫です。はい、そしたら、今回の場合は、あ、スターも入ってたんですね。入ってます、入ってます。よかったです。過去の自分がちゃんとやってました。このスターを入れてあげてください。はい。やり方全く一緒です。スターのシェイプだけをホルダーの外に出してあげて、もうホルダーいらないので消しちゃって大丈夫です。で、ロックがかかってるかを確認してサイズを変えていきましょう。はい、35とかどうかなぐらいでいいかなと思います。はい、この大きさはいつもどうやって決めてるんですか？なんとなく目分量ですか？そうですね、あとこれは実際僕が事前にデザインしたのでこの大きさってすぐ決まってるんですけど、うんうん、実際はデザインしながら、うん、自分で適宜これかなみたいな、これかなっていう感じで調節してもらう必要があります。うん、まあ、今回は時間の兼ね合いもあるので、まあ、ある程度最初に決めた値を決めた値をってなった感じですね。はい、そしたら星のアイコンと背景を選択して、はい、マスクで完了です。はい、これで、見てもらうと、いや、なかなかこれ今僕もそれやったんですけど爽快ですね。うん、達成感あると思います。あります、あります。なんかあれなんかちゃんとできてるみたいな。そうなんですよ、すごいですね。こんな感じでもう最低限今必要な、うん、このアプリのデザインで必要なアイコンのシンボルが今できました。うんうん、でさらにこの後はこのシンボルとかをまたいろんなところに組み合わせて、うん、また別のシンボルを作ったりとかっていう感じになりますね。はい、これで一通り、そうですね、各メニューのアイコンのシンボル、あ、とりあえずメニューのアイコンについてはできます。うん、この後また別のシンボルを作っていくので、うん、というわけで今回は、はい、これはいずれメニューで使うシンボルです、ね、そうですね、を作成するという回でした。はい、こうやって自分でこう画面上に並んだシンボルマークを見ると、うん、なかなか達成感があるんじゃないかなと思うんですけど、はい、で次回はこれをどうするんですか？次回はこれ見ていただくと、完成品を見ていただくと、はい、今作ったシンボルってここに相当するんですね。うん、でさらにこのシンボルと下のこのメニューのラベルみたいのを組み合わせたまた別のシンボルを作っていく感じになります。うんうん、あ、じゃあこれを組み合わせたシンボルをまたさらに作成するってことですね。でさらにそのシンボルを組み合わせてこのメニューを作っていきたいなと思います。うんうん、メニューバーの作成です。はい、わかりました。じゃあ次回は、メニュー画面を作ってみようと、はい、アプリのですね。そうですね。っていう回に多分なるだろうと思います。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。